甘えてます甘えてます。ポンちゃんもなんか楽しいかなと思って来ました。くる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 。痛い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 よ痛いよ。私の手も穴痛いよ今日。また朝噛んで起こそうとしましたこの人。痛かったです。とっても痛かったですよちゃんさん。自分が起きてて人が起きてないと腹が立つのか。昨日寝たの遅かったね。また朝だるくなっちゃったね。おほほほおほほほおほほほ。ジャン君。ジャン君も甘えに来たじゃん。朝だったね。うんちゃん。じゃあお腹しろ。うんちゃん。おろろろ。おもろいことになってる。ジャン君お腹広くて可愛い。本当になるかな。ジャン君朝から甘えましたね。今日は七夕です。七夕の飾り付けが少しずつ作られています。ただあれは飾っただけでこれの可愛いやつも作ってぶら下げようとしたらあこんなやつになってました。2つ作ったけど上に上がってきたら1個この状態でした。やられたって思いました。食べちゃダメね。食べちゃダメだよ。破ってもいいけど食べちゃダメです。もう一個あるよほら。せっかく作ったのに。はい。ポンちゃんも遊んでいいよ。はい。じゃあ。ポンちゃんには興味ないか。そうなの。ポンちゃんは破く興味はあんまないのね。はい。だや。なんかね、ビニールとかはペロペロするんだけどね。ポンちゃん。七夕サラサラの曲がまたわかんないけど七夕サナ様七夕そうか笹の葉か、うん、いつも間違えます。七夕がサラサラしてんのかと思っちゃったよ。七夕はサラサラしてないよの曲が、どうやら著作権フリーの状態に2013年に著作権が切れているという話なので、今日は生配信でギターで歌おうと思っているのですよ。そのためにアフターエフェクトのキラキラ星の用意もしましたよ。でコードさえ取っとけばなんとかできるかな。はい、朝ごはんを食べに行ってきます。ポンちゃんあなたがいるところはね今 30.4 度あるよ。ポンちゃんエアコンのある部屋においでよ。ポンちゃんどうですか。ポンちゃん、まあ、少しかいやないね。熱気があるね。はい、ジャン君。ああ、こっち涼しいね。はい、ジャン君。ちゃんくんはやっぱりエアコンの部屋だよね。ねえねえ。はい、そうだよね。こんちゃんが早く来るといいね。はい。はい。